あれ、なんかどっかからすごい歓声が聞こえるぞ。あれあれ、これは俺まだ夢見てんのかな。いやー、今年のニューイヤーパーティーははしゃぎすぎたな。去年のクリスマスからずっと盛り上がりっぱなしだったしな。今日ぐらいはゆっくり休むとするか。あ、全く誰がこんな時に電話なんて。どうせイギリスあたりがくだらないジョークでも。ハロー、今日は俺は全面的にお休みで。で、トニーかい？なんだよ水臭いな。え、俺かい？俺はここのところニューイヤーパーティーで盛り上がりっぱなしさ。なんて言ったって新しい2011年が始まったばかりだからな。まあさすがにちょっと疲れたけどね。え、地球のカレンダーについてはよく知らない？ははは、君はまるで宇宙人みたいなことを言うんだね。え、何？緊急事態？何をバカな。え、いいから今から送る映像を見ろって。どれどれ。オーマイガー、なんだいこれは。世界が大変なことになってるじゃないか。これはこれは一大事だ。あ、いやいやいや、待て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 、俺こういう時慌てないのがヒーローなんだぞ。うん、とりあえずみんなを呼んで緊急世界会議だ。一体何事だアメリカ。緊急事態だと聞いたが。ああ、ドイツさんも今到着ですか。ああそうだ、日本もアメリカに呼び出されたのか。はい、正月飾りを片付けていたところをアメリカさんに呼び出されまして。まったく、たーく、何なんだよ新年早々緊急会議って。くだらねえことだったらただじゃおかねえからな。んじゃあイギリスは帰れば。別にお前いなくても誰も困んねえしんだとてめえ。だって本当のことだろ。お前ら新年帰らって。正月早々うるさいやる。私は最近家の周りがカタカタコタコタいろいろあれこれ、もうそりゃもうすごく忙しいある。こんなくだらない会議はとっとと終わらせて帰るある。あおい、日本も来てたあるか。相変わらず早いやるな日本。あ、中国さん恐縮です。よし、大体揃ったみたいだな。おいおい、ロシアがまだだろ。イタリアも来てねえな。まったくあいつは。もう何なんだいあいつらは。緊急事態の意味が分かってないんじゃないのか。あ、みんな本当に集まってる。アメリカ君のいつものバカで任せじゃなかったんだね。遅いぞロシア、もうみんな集まってるんだぞ。ごめんね、雪で飛行機が飛ばなくてさ、来るのに時間かかっちゃったんだ。ちょっと待って、お前飛行機飛ばないってどうやって来たんだ。知りたい。あ、いや遠慮しとく。あとはイタリアか。痛い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 よ、ドイツ話してよ。やかましい。いいからキリキリ歩け。ちょっと、ようやくイタリアも来たな。こいつ、俺が見に行ったらシエスタしてやがった。べ、許して、何でもするからぶたないで。まあ、イタリアが新年から時間通りに来るわけないよな。よし、とにかくこれで全員揃ったな。それじゃあ早速、世界会議を始めるぞ。みんなびっくりしたろ。これが俺流さ。さすがアメリカさんです。さーて、今日みんなに集まってもらったのは他でもない2011年の世界的危機についてだ。はあ、何わけわかんないこと言ってんだよ。とにかく
これを見てくれ。なんだよこれ。わけわからん。ある。楽しそう。これは友達のトニーが送ってくれた今の世界の映像だ。トニーが言うには世界中がへたれてしまっているみたいなんだ。世界中がへたれるって意味が分かんねえよ。しかし実際にこうして映像で見せられると納得しないわけにはいかんな。そうですね。これは何か手を打つ必要がありそうですね。しかしどうすれば元に戻るのか皆目見当もつかんな。パスタを食べればきっとみんな元気になるよ。イタリア、それはお前竹やる。ここは私が得意の憲法で。ところでさっきから気になってるんだけどよ、あれなんなんだよあれ。あれですか。あれ仮想対象的なあれじゃないでしょうか、ね、司会のタレントさんが審査員にお願いしたりするとピョンピョンピョンって得点が上がったり。日本は何の話をしてるわけ。あ、いえ、気になさらないでください。あれはトニーが置いてったんだ。詳しいことは俺も知らないぞ。威張って言うな。つか、そんな得体の知れねえものを堂々と置くな。ハロー、ハロー。ああ、トニーか。とりあえずみんな集まったぞ。おい、アメリカ、お前どうやってそのトニーとやらと通信してるんだよ。なるほどなるほど、そういうことか。サンキュートニー、じゃあな。みんな、わかったぞ。あれの使い道が。あれはどうやらみんなが笑ったり楽しんだりするとたまるゲージみたいだ。ん？なんだそれ。意味がわからない。まあ俺もよくわからないけど、とにかくあのゲージをいっぱいにすることができれば世界のヘタレは治るらしいぞ。なんてそうなるのか、私には全然わからん。ある。そもそもそのトニーってアメリカのお友達信用できるわけ。なんだ君たち、トニーを疑うのかい。あの時だってトニーがいてくれたから俺たちは助かったんだぞ。あのアメリカさん、そのネタって劇場版をまだ見てない人にはわからないのでは。日本はさっきから何の話をしてるわけ。どうぞ気になさらないでください。まあいずれにせよ、我々はそのトニーとやらを信じる以外に手段がないわけだが。笑わせるんだったらこいつらに脇でもくつぐらせれば。誰ですか今私のお尻を撫でたのは。違う、そこじゃないよ。何を言ってるんだよ日本、そんなバカなことをするよ。やめろやめろってば。どいつなんか怖いよ。ここは何かいるぞ。みんな気を抜くな。もしかしてこれイギリス君の仕業だったりして。何バカなこと言ってんだよ。ロシアは、俺は別に妖精なんて呼んでないぜ。ならいいんだ。そうだ、僕今日はちょうどみんなが喜びそうなもの持ってきてるんだよ。これがあればみんな楽しめるんじゃないかな。見る？お前たち、あんまりロシアに近づくなって。イギリス、どうしたんだい。みんな消えちまった。ねえ、見る？イギリス君。それはまたの機会でな。そっか、それは残念だな。こんな問題、私の手にかかれば名誉問題。ノープロプレム問題ない。みんなで私のペソ行ってうまいもん食うよろしい。私の中華食べればみんな元気になる。ある。それ本当？もちろんある。この会場の近くにもちょうど自転車だったら15分くらいで着くようなところに私のペソあるね。近いな。そこでみんなお腹いっぱい食うよろしい。いいね。じゃあとっととこんな会議なんか終わらして飯でも食いに行こうぜ。ちょっと待て、さっきからゲージがピクリとも動いていないぞ。そうだな、つまり食べ物関係じゃこのゲージはたまらないってことか。よかったねイギリス。もし食事が重要だったらお前出番ないもんな。どういう意味だよそりゃ。そのまんま。この前もそれで俺たちもひどい目にあったしな。あの宇宙人に食わせたあれか。てめえ、そういうフランスはなんかいいアイデアがあんのかよ。もちろんよ。だってお兄さんこういうの大得意だもん。世界を楽しくするために必要なもの、
それは愛さ。幸い今日はこんな可愛いマドモアゼルがたくさん集まってるしね。お兄さん張り切っちゃう。さあ可愛い子猫ちゃんたち、俺と一緒に愛のロンドを踊らないかい。あれおかしいな。何が愛だよ、全然ダメじゃねえか。笑ったな。だったらイギリスやってみろよ。なんか俺か、あ俺だったらそうだな。はいはい、ここはシー君に任せるですよ。ここで活躍すれば僕も国として認めてもらえられですよ。だからだから僕頑張るですよ。そうだな、俺ならば。ちょっとこいつ無視すんなよ。そうですよ、シー君を無視しないでくださいですよ。まだ俺がアイデアを言ってねえだろ。イギリスのアイデアなんてどうせ大したことねえやる。ドイツ、 お前のアイデアを言うよろしい。さあ攻めろ、言いたいことは言いやがって。ああもう分かった分かった、じゃあイギリスの意見を聞こうじゃないか。期待はしないけど。シー君の出番はいつ来るですか。やっぱ世界を盛り上げるっつったらロックだろ。ラブ&ピースってやつだな。で日本は。おい、なんでスルーするんだよ。シー君もスルーされてるです。あの私ですか。私は皆さんの意見を尊重する方向で。またあるか日本、たまには私のように自分の意見を言うよろし。中国君みたいに言うっていうのはどうかな。まあせっかくなんだし日本もなんか言ってみろよ。そうですね、イギリスさんの言う通り歌などは良いかと思います。かくいう私も最近オタゲーなるものを勉強中でした。ほら見ろ、やっぱり歌だよ。歌歌か歌ね。べー、まあ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 、それは後で試してみようじゃないか。ではそろそろ俺の意見も言わせてもらおうか。お、どいつもなんかいいアイデアがあるの。そうだな、俺の意見を言わせてもらえば世界を元気にするためにはやはり特訓だな。なんで。皆が元気で笑って過ごすためには健康が一番だ。健全な魂は健全な肉体に宿る。そして健全な肉体の形成にはバランスの取れた栄養の徹底管理と適度な運動、そして何よりそれらを維持するための強い意志が必要だ。そしてその強い意志を養うための特訓を。で今から特訓してみんなが健康になるまで待つんだ、ずっと。すごいね、さすがドイツ君だね。気が長いね、僕には真似できないや。あ、いやそれは。でもでも体動かすと気持ちいいよね。俺も運動するのは好きだよ、サッカーとか楽しいよね。イタリア。気持ちが良くなる運動、それお兄さん超得意だな。瞬発が逆だ、万年発情やろ。はいはいはい、ドイツドイツ、俺も意見言うよ。お、なんだイタリア、言ってみろ。昔ね、スペイン兄ちゃんがこんなことを言ってたよ。ん？どないしたんイタちゃん、今日はなんか元気ないんとちゃう。そういう時はトマトやで、トマト、真っ赤なトマトは情熱の色や。この情熱のトマト食うて闘牛でも見れば一発で元気になるわ。うるせえよこんにゃろ、暑苦しいんだよお前は。こういう時はなダンスでも踊って元気になるんだよ。でロマノ、お前手足引きつらせて何やってんねん。何言って、見りゃ分かるだろ、ダンスだ。ああそうか、音楽がないからうまく踊れないんやな。どれ、ここは親分な俺が一曲歌っ。うるせー、お前は歌うな。ああトマトとダンス。トマトだと、
いやしかしトマトを食うと逆にヘタレになるという話が。あ、いや、なんでもない。そもそも食べ物はさっきダメだっただろうが。ロシア、どいつもこいつもみんな勝手なことばかり言ってるあるが、ロシアは何かないやるか。ん？みんなが楽しくて笑っていられる方法でしょ。そんなの簡単だよ。なんだって？そんなナイスアイデアがあるなら早く言ってくれよ。うん、みんな僕と一つになっちゃえばいいんだよ。そうすればきっとみんなずっと笑って過ごせるよ。あれなんか不満？いやいや不満とかじゃなくてだな。仕方ない。とりあえずここは日本の得意技を借りるとするか。え？もしかしてあれを使うんですか？まあこの際仕方ないんじゃない。ロシアのアイデアよりは全然マシだ。あのシー君の出番はまだですか？頑張れ日本。ああわかりました。では僭越ながらこの件につきましては後ほど検討ということで。改めまして皆さんこんにちは。元気ですね。新年明けましておめでとうございます。ヘタリア堂、あ、ごめんなさいね、おめでとうございます。おめでとうございます。新年一発目のヘタリアのイカスイベントにようこそ。私本日司会進行を務めさせていただきますドイツの人です。安本博と申します。お願いします。さあさあ今日は盛りだくさんでございます。盛りだくさんですのでサクサクと進めていきたいと思います。ということで初っ端から波川さん、はい、新年のご挨拶お願いします。皆さん明けましておめでとう。パスタ今日は最後まで楽しんでってね。よろしくお願いします。えい。そんでももう一つの数軸高橋さんお願いします。皆様新年のお喜びを慎んで申し上げさせていただきます。先月ですが私日本の声をやらせていただいてます高橋由紀です。どうも今日はよろしくお願いします。盛り上がりましょう。お願いします。では先ほど若干ブラックなところがちらほらと見えたロシアの方に明けましておめでとうございます。今日は僕たちと一緒にみんな一つになろうね。よろしくお願いします。じゃあ続きましてハンバーガーボーイ。ハッピーニューイヤー。アメリカのコリシなんですけれども、前回のイベントでやらせていただいた、ことをもう一回ここでやろうかなと思っています。さあこれからこのイベントでやってもらうみんなの役割を発表するぞ。1階のみんなは俺の応援、2階のみんなは俺の応援、3階のみんなは俺の応援。え、お前は何をするのかって？もちろんヒーローさ。よろしくお願いします。もはや名人芸の域に達しましたね。よろしくお願いします。何が今の挨拶よろしくお願いいたします。あとぶっちぎりの安定感です、はい、さあ続きまして面白金髪兄さん。じゃあとりあえずみんな立って脱いでみようか。新春早々君たちが脱いだら俺のぜ。先輩先輩、はい、これ DVD になりますよ。DVD になるからどうします？多分ここはカットだね。じゃあちょっと巣を作りましょうかね。そうだね、はい、さあみんなとりあえず脱いでみようか。おい、同じ？かぶせちゃうのそれ。おまさかさん天丼じゃないですかもう。新春から。あ、そうかい。はい、フランス役の小野坂さんです。よろしくお願いします。
カエダさんちょっと1回のクールダウンお願いします。ちょっと皆さん、本当は私んちの正月はまだ早い来月ぐらいだけど、今日はみんなに合わせてやる。ある新年来いな。なんとなく中国役の海田由紀です。今日は皆さんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、本当のクールダウンを味わいましょう。お願いします。じゃあ、あえてお皆さん、ハッピーニューイヤー。女王陛下万歳。今日は楽しんでいってもいいんだからなというわけで、今日一日、よろしくお願いいたします。はい、杉山さんです。さあさあさあ、先ほどあの面白おかしい寸劇を繰り広げてくれたあっちサイドにも話を聞いてみましょう。寸劇だって。寸劇、あの背中が水玉の方。ああああ、そうだ、私だみんなキスしたって。あでもやっぱまだ心の準備がそんな結構です。こんにゃろ兄ちゃん、ダメなものはダメです。ちびたりやちびロマーの役の金田亜希です。よろしくお願いします。メロコンボお願いします。あのそしてじゃあヘタリアの隠し玉あゴーちゃん、皆さん明けましておめでとうございます。スペイン役の井上ゴーです。もうね、本当イベントなんて機会がないんで、さっきから震えておりますけどもね、僕初めて見る人多いと思いますけど、今まで CG だと思ってたでしょうね。これ僕こんな感じなんで、もうこれで笑えなかったらね、僕何にも面白くないと思うんで、よろしくお願いします。みんな最後までゆっくりしてってよ。そして先ほどの寸劇、こちらの方の寸劇では華麗にスルーをされていましたが、僕昔から大好きです、この方をご紹介しましょう。国土は小さいですが、みんな遊びに来るですよ。今日は下ネタにもついていこうと思ってるですよ。ダメです。いいです。それいいです。それいいです。よろしくお願いします。それで僕らのレディーです。お願いします。さあさあさあ、先ほどつるりとなんとなく説明的なニュアンスもね入れてありましたけれども、今日はですね、なんと。うん、世界がヘタレになってしまったと。ああ、なっちゃん、嬉しいことですね。おいいことだと思いますよ。それが嬉しいことだとしたら、このイベント成り立たなくなっちゃう。そっか。それでですね、この上手にあるあのゲージ、あのトゥ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 ってなりそうなあれですね、あれが 100% になるとどうやら世界が救われると。あ、そういうことで、我々はあれを 100% にしなければいけないんです。でどうやったらポイント取れるかとかはまだ分からないんで、今からいろいろ手探りでやっていこうと。なるほど。そういったイベント終わる頃には 100% なんじゃないの、勝手に。あ、ちょっとそういう作りでしょ。あとでもうしたたかにケツを蹴っ飛ばしてやる。お前もそういう作りでしょっていうツッコミどうかと思って。あの人です、アメリカさんです。今言ったの。いやいや、何書くんだよ今の。ちょっと何書くんだよ。だいたいヘタリアの楽屋いつもこんな感じです。みんな今リラックスムードでお届けしております。それでですね、まあ、ここって実はあのパシフィコ横浜大会議場、これ正式名称が横浜国際平和会議場というらしいですね。ということで、まあ、世界会議、ここだけじゃなくて会場の皆さんも一緒にそいつに参加していただこうじゃないかというので、皆さんもヘタリアのメンバーになっていただいて、みんなであいつの100点満点を目指そうと、一旦倍の手です。それを100にすると世界が救われるということで、いろいろポイントをみんなで頑張って稼いでいきましょうと、そういった感じのイベントになっておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではポイントを獲得するためにまず会議を行いたいと思います。再度会議室の方にじゃあ皆さん行きましょう。はい。はい、偉そうなねコーナータイトルでございますけれども、ただのトークコーナーです。
でもまあいろいろ頑張っていかなくてはならない本日、応援メッセージも届いております。ほう、まずはこちらをご覧ください。皆さんメリークリスマス。はい、フィンランド役の水島貴博です。今日はなんとイベント会場に話によると世界中から30万人のお客さんが集まっているということで、ものすごい大きなイベントになっているんですよね。いいな、僕もそこに足を運びたかったんですが、残念ながら、こうしてビデオメッセージという形で、イベントに花を添えるというか応援させていただきたいと思います。今体重がヘタレになっていてですね、なんとかポイントをゲットしてそのヘタレを解決しようというところなんですが、僕もですねそれにこう一役買いたいんですが、よく考えてみたら、まあ、会場の皆さんも、出演されてる皆さんも分かるように、僕自身がヘタレなんで何にも思いつかないですね。むしろですね、まあ、ヘタレの方がこう世界が平和になるかなとか僕は考えているので、そうですね、まあ、30万かける、まあ、1人5ポイントということで、ヘタレポイントを150万ポイント皆さんに差し上げたいと思います。ダダーンということで、そこから頑張って立ち上がってヘタレを解決するか、ヘタレのまま終わってしまうか、これはですね皆さんにかかっていると思うので頑張ってくださいね。それでは皆さん、特に杉山さん、イベントたくさん喋って頑張ってくださいね。もいもいということで、次に紹介するのはスーさんことスウェーデン役の酒井恵子さんです。はい、こんばんは、スウェーデン役の酒井恵子です。皆様、イベントを楽しんでますでしょうか。もう早くも盛り上がりすぎて声ガラガラになっていませんでしょうか。変わっちゃった。何でも世界がヘタレになっているという、ちょっと由々しき事態ですね。まあ僕もですね、ちょっと会場に行けない分人肌脱がなければと思いまして、ちょっとですね勇気を出してスーさんにどうすればポイントが貯まるか聞いてきました。まあ、スーさんそうしました。また卵の虫札訓練のイケメンから要点掴めない子なんだねって言われました。今なんて言ったか全然分かんなかった。本当に何のお役にも立てなくて申し訳ありませんでした。まあでも会場にいる皆さんならば何とか最後まで乗り切ってくれるんじゃないかと僕は信じておりますので、どうぞ最後まで頑張ってください。最後にまた切り替わった。ポイントゲット大変だゲッチョも頑張ってくんち。それでは次はデンマーク役の下崎ひろしさんです。何今のは。これ喋ればいいの。こういうことやってるんですね。いらないよ。誰が教えたんですかこれ。これ繋がってんの。これまあ今日ビビロ来てたらもう発達してますね。何も帰ってこいよ。これタチが悪い素人でしょ。こっちで喋るの。あそう。下町のおっさんじゃないの。みんな、みんないい人ですからね。どうもー。さあここで問題です。私は誰でしょう。1イタリア、2ドイツ、3フランス。さあ誰でしょう。正解はシビロマーノでした。何が、はい、というわけで、デンマークこういう人だですね。何やら最近世界がヘタレになっていると、なんかそういうことでですね、なんか皆さんでポイントを貯めてそのヘタレを直しちゃおうじゃないかと、なんかそういう会議をしているみたいですね。それで私も何かこう協力できたらなと思いまして、まあ僕も何かねこうない頭でこう考えてみたんですけれども、まあデンマークといたしましては、そうですね、もうなんかこうやっぱりいろんなものをこう買っていただいて、ほら今日そちらの会場でもなんかグッズとか売ってる、あとメガネが歪んでるよ。あそうあそうそうそう、そのグッズをねいっぱい買っていただいて、こう世界が豊かになっていただければななんて思っております。まあそんなところかな。うん、てなわけで皆さん頑張ってヘタレなこの世界を直しちゃいましょう。よろしくお願いします。グッズ買ってしか言ってねえじゃねえか。続きましてはノルウェー役の岩崎雅美さんです。アイスランドにお兄ちゃんと呼ばせたいノルウェー役の岩崎雅美さんです。今あのアメフト選手の試合後のインタビュー、
やかましかったでしょ。で、言うべきことを全部言ったでしょ。さすがあんこ、よくできたもんです。さて皆さん、イベント楽しんでますか。ああ、それは楽しんでるでしょうね。返事できねえだろう。僕たちはまだですね、そちらに顔を出すにはちょっと早いってことで、マッチョにありがちな、ビデオでの出演ということです。皆さん楽しんでる様子がだいぶくつろいだな。手に取るように分かりますよ。胸板の厚さ。そしてヘタレ、世界がヘタレ、ヘタレになってしまった。でそのヘタレをどうにかしたいと、ポイントを貯めていきたいと、そのためにはどうしたらいいかということを考えてくれということを言われましたが、筋トレしたらいいんじゃないか。やっぱり筋トレしたらいいんじゃないかな。ドイツ寄りなんだね。2回言った。そのキャラ一人でいいんだよ。あとその会場の中だと、舞台の上に皆さんいらっしゃいますよね。まあ、特に小野坂さんに注目していれば、ポイントはおのずから溜まっていくんじゃないかなと、そのように私は考えております。おしまいですよ。はい、筋トレ。なんだか喋ることがもう終わりました。喋らなければいけないことは全て喋りました。言わなくていいよ。この後どちらかと、アイスランド役の朝倉歩さんです。アイス、お兄ちゃんって言ってみ。お兄ちゃん、お兄ちゃんって、お兄ちゃんって。全編ドヤ顔でしたね。絶対言わない。ダンもノーレもふざけすぎ。こんなにいっぱい人がいるんだからしっかりしてよね。というわけで、アイスランド役の朝倉歩でございます。はい、皆さんこのイベント楽しんでいただいているでしょうか、というかこれから、楽しむという形なんですかね。はい、ですね、今回僕たちは残念ながらそちらのステージにはちょっと行けなくてですね、今北欧5でみんなでアイスランド温泉旅行ツアーに来ているので、ちょっと伺えない次第なんですけれども、こちらのビデオメッセージ送らせていただきます。どうやらそちらでは世界がヘタレになってしまって大変ということで、こんな髪型にする男見たことない。私でしたらば、先ほどデンマークもおっしゃってたんですけれども、やはりここはですね、銀幕、ヘタリア DVD などをね、1人5本くらいかな買って、この人たち金の話ばっかだな。キャラクターソング、そしてみんな宣伝させられるキャラクターソングなどを作ってね、壊されましたね、彼らそのヘタれてるところを解消していただければなと思います。正直今の段階だと僕の意味は関係ないけど、このままだと迷惑かかってきそうだから頑張ってポイントゲットしてよね。すごいですよ。とあと、そっちに今日パフィンが遊びに行ってるみたいだから、あとは全部パフィンに任せちゃうよ、よろしく。ということで、朝倉歩でした。では自分で編集、せーの、勉強しろよ。北欧ファイブでした。何バラバラだ。最後のは何、最後のは最後の文化さん何ですか。なんとも言えないですけど、この後この話はちょっと広げろと言われたんですけど、これまずどういう趣旨で喋ってもらうっていうことになったんですか。おやおや、今日はキラー小野坂ですね。怖い小野坂ですね。違いますよこれ。兄さん切るよ、どんどん。ドイツさん、これはですね、多分フロンティアワークスサイドがノープランで作ってきましたね。このビデオちゃんとこれ言ってないでしょ、5人に。言ってないですね、きっとね。共通のなんか要点みたいなことを。そうですね、これかなりとっちらかった内容になってましたからね。うん、ちなみに僕たちも今初見です、これリハとかでも見てないんで、これ初めて見せられたんで、うん、ここまでリアクション取れないとは思いませんでした。ちなみに途中で出てきたスーさん、スウェーデンの酒井さんはめちゃめちゃいい人です。いい人です。すごい彼と一緒にいるとなんか落ち着きます。で、大中さんが杉山さんにメッセージ残していましたが、なんかいっぱい喋って盛り上げてください的な。はい、ちょっとじゃあ今から30分くらいお願いします。30分、30分、そっちの方が無茶役割だから、回しを杉山君にやってもらえばいいんじゃないですか。今からこの進行台本、じゃあすごい無茶ぶりです。でも大丈夫さんとはどんな感じですか、現場とかは。いや、普通に同じ事務所なんで仲いいですよ、はい、エピソードは特に。エピソードなんか面白いエピソード。でもアイスランドと杉山君広げて広げて。いやアイスランドとイギリス自体が、うん、アイスランドごめんなさい、アイスランドじゃなくて、フィンランド、フィンランドとイギリス自体があんまり噛んでないじゃないですか。モイモイの人ですよ、モイモイの、モイモイのね、だから、うん、作品中で何かエピソードって言われても。そうですね、はい、僕の質問も悪かったみたいです。じゃあ杉山さん、目いっぱい可愛くモイモイって言ってください。大中さんの代わりです。モイモイ。さあ、微妙な空気になる前に本当にいいものを皆さんにお伝えしたいと思います。応援メッセージはまだこれだけじゃありません。あ、そうなんだ。この方からもメッセージをいただいております。誰でしょう。カイダさん、
はい、ちょっとシャレオツな感じで読んでください。はい、あの確かにこちらにお預かりしてきました。何それ、まさか、マトリョーシカパンダだ。それ前のイベントの時のやつだ。前やったよねそれ。イベントまたぎで転倒してる。前やったよね。初めてです。見たことないですよ。それってパクリだよね。あとでこれオリジナルあるよ。大変なんだからね。え、マジで。でも大事なものなので。あの優しい。ありがとう。これ全部映ってる。あ、逆向きになっちゃった。杉山さん、ここまで届きますか。先生になったつもりで。先生になったつもり。先生になったつもりで。先生の声色で、うん、先生として読んでください。先生の声色でやってください。よろしくお願いします。アメリカに住んでるでしょ先生って。頑張れって。イベントお越しくださりありがとうございます。先生これ見たら怒るよ。ヘタリアも思い起こせば早い。デブキャラ。思い起こせば早い4年になりました。やなくていいよ全部から。皆さんの応援があったからやってこれたものです。イベントも嬉しいことに2回目ということで、多くの皆さんと楽しい時間を共有できることを願っています。今日は目いっぱい声優さんのトークや小野坂さんのトークや小野坂さんのひどいトークや小野坂さんの下のトークを。全然書いてないでしょ。ちゃんと読めよお前。はい、はい、先生のメッセージでした。目いっぱい声優さんのトークや会場の雰囲気を楽しんでくださいね。ひまるやひでかず、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。これ本当に先生からのメッセージなんですか、ね、本当に先生です。それを先に確認しました。うん、はい、先生なんかだいぶお忙しい方らしいんですけど。そうですよね。一生懸命こう言ってなんか気にかけてくださってるようで、うん、ありがたい話ですよ。気づけばヘタリアも割と長いです。そうですね。一度振り返ってみてどうですか、波が。4年間、うん、え、そんなに。2年間。どっち。全然違う。半分になってる。どっち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 。3年間。3年間。どれ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 。まあ、関わってあの、まあ、先生が言ってたように4年ぐらい、まあ、原作からねあって、僕たちは、ね、長い間やってきましたけども、うん、本当に嬉しいです。ここまでだってこんな大きな会議を開けるなんて誰もリアクション取ってくんないですよ。聞いてるの聞いてるの。そうそう、ね、それで、ね、まあ、去年もやらせてもらって、今年もこうやって、ね、新年早々やれて本当に幸せです。なんでこっちに。でも本当にこれは皆さんのおかげだと思ってますし、ね、本当に、なんて言うんでしょうか、なんて言うんでしょうかね。どうですかひろきさん。この振り返ってる。何が。ヘタリア、こう最初の頃と比べて今この心境の変化とかはありますか。あ、本当にね、最初の頃はまさかこんな風になるとは思ってなかったじゃないですか、はいはい、でもね今日やっと実感したんです。お、何を。ね、キャラクターソングがなんかランクインしたりとかさ、はい、そういうことがあって、やばいな、俺たちなんかヘタリアって気軽にやってるけどこんなに楽しくやっちゃいけないんじゃないかとか。あ、なるほどね、はい、こんなにリラックスしたムードであふれこしていいのかな。あ、はい、もっとこう、うん、全世界に向けてのこう意気込みを持った方がいいんじゃないかって思ってたのが、はいはい、今日ますます深まりまして。あ、深まった、深まった。頑張んなきゃなって思ってるところです。あ、 そういうことです。僕も同じ意見です。俺さ、もうちょっと次の人とかでまともなコメントを言ったときに次にそれを言うともっと効果的だと思う。そんな、そんな、うわ、こっち振り向くと誰も触れない。こっちハードパンチャー揃ってます。ハードパンチャーが揃ってるね。そんなまとめろよ。あ、じゃあ、そうですね、本当にどうですか高戸さん。飛ばした。壁無理だ、まあ、振り返ってみて、ああ、この、はい、ヘタリア今の心境ですね、はい、僕でも最近出番がないんだ。悲しいことに。僕もその、ねね、仲間ですね。頑張るぞ。頑張りましょう。頑張りましょう。まだこれからも。コニーさんどうすか。僕はほとんど抜きだったんで。こんなのしかいねえ。
いやいやでもね最初は本当に細々とやっていくんだろうなと思ってたんですけど、うんうんすね、だからまさかこういうねパシフィック浜とか、はい、こういう大きいところでイベントができるようになるなんて本当思ってなかったんでやっぱりびっくりしますよね、うんうんうんまあ、願うことなんか細く長く続いてほしいなと思ってたからまさにまさにそう思いますよねなんかだから面食らいますよね、うん、すごい3階までいっぱいだもんねみんな見えてますか3階の人とかすごい綺麗すごいな3階席までキラキラしてるよおすごいすごい3階の人たちは多分このカメラで撮ったこの顔を見てるんだよねあそうだねだって実際はちっちゃすぎて見えないもん、ね、ものすごいちっちゃいのどんぐらい見える？何センチぐらい言って言って何センチぐらい言って森下さんそこ重要なんですかセンチはセンチメーターはあとやってっつっても俺たち多分見えないです ごめん見えなかったなでも倍率は4倍ぐらいだったそうです今回4倍ってどういうこと5000人ですよねかけ4だから2万とかの応募があった、ね、2万人の応募があったってことってことなんじゃないですかね、これ何かあの応募券みたいなやつまた DVD 買ったらついてるとかそういうことなのそうじゃなかったかねこれ一般にチケット売ってるのなぜそれを今ここで確認するあだって今日の会議のメンバーですからみんなあそうですよそうまいこと言った俺平和のために集まってるんです楓さん、はい、楓さんはいろいろ実は中国だけじゃなくて、ね、皆さんご存知だと思いますけどナレーションとかもいろんな金役とかもいっぱいやらさってるんで、はい、多分働いてますすごいなんですか縁の下の力持ち的な意味だと下手だと相当頑張ってらっしゃるけどあの結構みんなねお当番がそれぞれ分かれてるから、うんうん、出ない会って結構みんなあるんですけどメインの人も中にいなかったりとかあるんですけど、うん、出席率だけは高いそうですね相当見れてますね俺覚えてるんですけど、はいまあ、ほぼナレーション今海田さんじゃないですか、うん、でも最初の頃何回か小野坂さんナレーションあったのが途中からなくなった理由は何なんですかね男ナレーションは俺だったんですけど、うん、まあめんどくさい小野坂さんサイドがめんどくさいってなくなるの何それえそれは平光さんとの兼ね合いで多分小野坂さんは、はいはい、あと他にもロバとかそうそういろんな動物やってるからねあのあとあこの人はナレーションより動物がいいなみたいなって平光さんが思ったんじゃないかな、うん、なるほどね、うん、パフィン的なやつとかそうそうそうパフィンという大役待ってたからみたいなパフィンはなんで俺に来たんですかねパフィン聞きたいみたいですよパフィン聞きたいのこんにちはパフィンだよいやそれ違うよ全然違うこんな近くなってきた多分えパフィンって何だ柄悪くなってきたパフィンえなみなみさんはパフィン知らないんですか知ってます知ってますパフィンはキョロキョロしてますよなみでもすごく色鮮やかですよねそうそうペンギンみたいなね鳥ですから着地が下手なんですよね着地が下手なんですで転ぶんですよね着地でねそうですそうですで前に降りてる人の上に落ちてくるってガバーって落ちちゃうんですね、うん、なんかその辺がやっぱりキャスティングのポイント全然わかんない私も何言ってるかわかんないではあの皆さん不思議な感覚かもしれませんけど楽屋ずっとこんな感じです楽屋どころか現場ずっとこんな感じです楓さんがひたすら疑問を小野坂さんに投げかけるシーンはしょっちゅう見られます答えは返ってこないぞ最終的にはスルーっていうね、うんまあさそんなスルーでおなじみのシーランド、はい、アイさん、はい、油断はさせませんよすぐに僕話題振りますからすごく楽しく聞いてたんですあでもまあ、こう世界会議はこんなもんでいいんだなと今そうですね肩の力抜いて取り掛かりましょう、肩の力抜いて、うん、新参者ですからいやいや、いやちー君すげえ可愛いじゃないですか、うんうん、印象ってどんどん変わってきましたやっててあのねどんどん変わってますやっぱり本当ですか、うん、とねあのシー君もそうなんだけど私トニーもやってんだよね、うん、言えば今日の影の主役ですか、まあね、そうね支配されてます支配されてますけどじゃあ今日満タンにしてください今日は愛さんの判断で我々が成功できるかどうかそうさせていただきますハードル上がっちゃったんじゃないかなじゃあ下ネタやばいじゃないでもついていくってさっきついていかいやついていかなくていい小野坂さんついてきますあー気持ちいい街中でもし見かけたら皆さんにもう一回声を揃えて呼んでいただいてもよろしいでしょうかじゃあせーのって言いましょうせーの呼んだかしらまあ、シー君そんなキャラじゃないですよね。シー君でやってだいぶシーガンとかから離れましたけどねこれさあこんなあのタフな先輩たちに囲まれたカナダはい、あ、
もうなんか本当最初の頃2年前ですか、撮り始めたの2008の終わりぐらいなんですけど、うんうん、もう初めなんか名だたる人ばかりで、もう本当にちっちゃくなっていて、私皆さんと仲良くなれたことが何よりの幸せです。今態度でかいもんねなんか綺麗そんなことない、ね、下ばっかりだもんね。違いますよ、やべ、今日やっぱ本当キラー小野坂だから気をつけよう小野坂さんと役取り合いしてるもんね。そうなんです、最近はもうめっきり小野坂さんと動物役を取り合っているんです。これは事実です。なんであれ出しゃばってくるのそうだって、だってなんかでも小野坂さん最近じゃないですか、動物役やりだしたそんなことねえよ私結構最初からいろいろやってお前何やっても同じなんだもんそんなことないよな、お前プロレスの真似できるもんな。そうです、そうです。えこの腐れ坊ちゃんが、いやあんま似てないと思うんですけどでもそれ動物じゃないもんね。動物じゃない。あ、今日はうちの後輩高坂くんはちょっとこちらに来れないってことでなんかしょぼしょぼしてたんで、今日ですね、こうプロイセンの連れてる小鳥のシュシュなんですけど、これいただいて、手紙を持ってきたとかそういうんじゃないんだ。そうじゃないんです、これを連れてってやるよ。死んだ人みたいになっちゃってる身代わり、私が小鳥を連れてってやるよって本人には言ってないんですけど言ってあげて、そういうの。今この話題が出なかったらどうだっちゃうんだよ。なんか届くといいなって思っています。これからも自分で DVD 買ってみて、はい、えってなってるよこれ見て。あの子自分で DVD を買うんですか。出てないからそうじゃない予約して買うんですね、高坂君は。さあもう今ね、もう針も剣山のような状態だったここであえてゴーちゃんに振りたいと思います。ああもうね、さっきから波川さんがずっとちっちゃい声で心配してるんで、井上くんの目がシバシバしてる、シバシバしてるっこさっきまずここの席に着いたじゃないですか、はいはい、その時にいきなり水を飲んで、はぁーっていうのがマイク乗ってましたよ、本当聞こえた。井上くん、まだそんなに喋ってないけど、だいぶ水減ってるもんねもうちょっと飲みましたね。はい、偉そうなね、コーナータイトルでございますけれども、いや、ただね、彼は影で、まあ、影なりあったじゃないですか最初、はいはいはい、でマイク入ってるかとか確かめるのにマイクをポンポンと、あ、見られてた。それがオンで入ってたあれ、そこはポンポンって聞こえるなと思って。すいません、僕ですマイク叩いちゃダメだよ。はい、気をつけます。優しい、悪いやつじゃないですよはい、僕もね、スペインなんて3期からものすごく出番が増えて、そうだ、ね、イベントまで呼んでいただいてね、僕始まってから今まで何やってんだろうこんなとこでみたいな、ちょっとなんか記憶がうっすらしてます。本当素朴な男なんですよとてもいいやつ。でもイベントの出演が決まってからなんか気合い入れたみたいで相当ダイエットしたらしいんですよ。そう、うん、どのぐらい痩せたの。僕11キロ痩せました。マジで、すごい、11キロすごい。どうやって痩せたのそんなに。ウォーキングです。え、何で痩せたの。ウォーキング。ウォーキング。ウォーキング。小野坂さんも痩せたんですよね、うん、僕はお正月風邪で寝込んでてそっちなんだ健康不健康じゃねえかでも11はすげえ、すごいね、うん、相当歩いたんじゃない。相当だよね。一番多い時だと6時間。6時間歩く。東京名古屋間ぐらい。いや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 、新幹線歩いてる6時間。新幹線だともっといける。徒歩です。でも歩ける6時間は。歩ける。6時間休み、僕もやってたから休みなく歩いて6時間でした。何が楽しいですか。何にも面白くないですね。目的地は。え、ない。面白いよ。何、グランドをずっと歩いて。どっちかにしてもらえますか。波川君勝手に喋っちゃダメや。向こうが喋り合うんだから。喋ってね。そうそうそう、わかりました。今ね、ゴーくんが喋ってるから、はい、ちょっと、はい、なんでしたっけ。はい、なんでしたっけなんでしたっけ。6時間歩いたの。6時間歩きました。夜歩くの。その時はお昼過ぎから歩いて、まあ、夜ぐらいまでかかって。仕事の帰りとかじゃなくて。オフの日でした。どこかに向かってっていうことで。ただ歩くっていう。ただ自宅から自宅まで U ターンして帰ってくるの。いや、どこまで歩けるかなと思って6時間歩いて浜名湖まで行った、うん、浜名湖6時間でラーメン食べて電車で帰るって。ダメでしょ。ラーメンラーメン食べたら台無しになるじゃん。最後にラーメン台無しだよもう
やべえの最後に残しちまったな今。11キロ難しかったんです、ね、もうちょいいじった方がいいんじゃないの。いやでも僕は一生懸命シグマセブンの後輩を僕太らせることに人生をかけてまして、いや焼肉にはだいぶやられましたよ、ね、彼を一生懸命超えさせたんですけど全部ねゼロにされましたね、それを、はい、もう一回じゃあ連れていけばいいんじゃない。もう一回ゼロからやり直したいと思いますね、はい、でもこのイベントに出るために痩せようと思ってやったんですか。話をいただいたのはダイエット中だったんですけど、まあ、せっかく出るんであればと思ってちょっと痩せれるところまでと思って、へー、11キロね、すごい、あ、ありがとうございます。え、じゃあこの明日からはもう全然歩かないの。明日からもう11キロ戻すの。いや1日で、まあ、1日で、いや、ちょっとずつかぶせちゃう。後ろ向きに歩くと戻るかもしれないですね。ヒロキしっかりして。あ、まあ、できれば痩せてたいかなとは。もう10キロ痩せるかじゃん。もう10キロもう10キロ、え、維持していってるんですか今は。ずっと今のところはちょっと正月戻っちゃいましたけど。何キロぐらい。でも2キロぐらい。へー、はい、すごいね。ちょっと女性陣多いんでアドバイスを。あの大体3時間ぐらい歩くんですよ。下痩せますから。やべえな、時間的にトークコーナー締めなきゃいけないんだけど。これで締めてトニー何ポイントくれっかな。こういうけどもう締めるしかない。行こう。以上ヘタリア会議閉会です。とりあえずということでトニーにこのコーナーのポイントを聞いてみましょう。トニー、このコーナーのポイントは何ポイントでございましょうか。だよな、お願いしますよポイント。こんなもんだ、いやでも納得の点数です。これでもこんだけ時間かかって10ポイントって100ポイントまでいくのちゃんと。いかなかったらもう世界は救われない体でもう終わりますよ今日は。大変だ。そういうエンディングあるんだ。そういう感じになります今日は。やるしかないです。ここから先巻き返すしかないです。じゃあ巻き返すっつったら我々一番得意としていること、なりわいとしていること、やはり声でございます。ということで次はこちらのコーナーやってみましょう。おはい、本業のアフレコで勝負したいと思います。まあじゃあサクサクいってみましょうかねこのコーナーは。ということでまずはこちらのアフレコから参ります。どうぞ。おおい、第9話スペイン親分とチビドマード、うん、先ほどからちょいちょいとね出てきてくれていますが、こいつをちょっと生アフレコで皆さんの前でお披露しようじゃないかと。今ちょっと今前がてってれれってってれってってってなってます。少々お待ちください。今スタンバイしてますからね、はい、ちょっと待ってくださいね。お親分、お親分、手振ってる。ごちゃん、だいぶ余裕が出てきました。だいぶ余裕が出てきました。よかったです。生って響きエッチだよね。じゃあこのアイさん、アイさん、ありがとうございます。じゃあこの輪に出ているのは誰と誰だい。誰ですかね。誰かな。カナダさんと。そういうのいられるんだよ井上さん。じゃあ行こうか。僕らです。頑張って。じゃあスタンバってください。頑張って。いらっしゃい。もうすごい咳込んでるけど。さあさあ、ちなみに現場でもね、あのチビシリーズは人気が高いです。みんなチビが喋ると可愛い可愛いってます。そして生で皆さんにお聞かせしたいと思います。はい、では行ってみましょう。おっ、スペイン親分とチビロマーノです。どうぞ。スペイン親分とチビロマーノ、はあ、ただいま。帰ってきやがってな、スペイン親子にやろう。お前なんか帰ってくるな。どうか行け。チキャーチキャーチキャー。なんで殴るん、やめ。もしかしてこいつ、俺がいたちゃんと取り替えて言うたの知って、しかも大感謝祭のチケット取れへんかった言うてたし、こいつの気持ち考えんかった俺は。ダメな親分やな。イベント行きたかったんやな。ごめんなロマノ、俺が悪かった。そうだ、お前のせいだ。この家広すぎんだよ。トイレどこだよ。ちくしょう。外でしろ。爽やかでございますな。ありがとうございます。ありがとうございます。お席の方にお戻りください。ありがとうございます。続いてはこちらでございます。おい、ネコタリア
こいつはちょろりとやってみようじゃないかということで、猫トレに出ているのはイタリア猫さんとドイツ猫さんと日本猫さんです。私も前の方に行きましょう。よし、いやー猫たりがたまらないですよね。頑張れ。みんな頑張れはおかしいよ。猫ですからね。頑張れはそうですね。頑張れはおかしい。本業だしね。多分本業ですね。うん、あ、ごめんなさい。すいません。あの猫だからセリフとニャーニャーっていうのと同時にやってね。もう全然そんなの楽勝ですよ。波川さんも全部。同時に出ますから。波川君期待してます。先輩ってそういうことができるんですね。うん、先輩だからね。先輩だもんね。先輩だもんね。やっぱすげえな。ヒロ君はすごい余裕ある。余裕あるの。なんでだろうな。ちょっと俺と波川さんは多分ハードル高いですね。そうなると。よし、頑張りましょう。もうよろしくお願いします。頑張ろう。はい。波川さん可愛いんだろうな。俺イタリア猫だよ。今日はっていつもだけど可愛い女の子の猫を探しているところだよ。ペペペペ、お、あれはドイツ猫だ。あいつはオスだけど面白いやつだからよくじゃれてるんだ。おーいドイツ猫、かっこつけてないで遊んで。お前かイタリア猫、かっこつけてんじゃない、休息を取っているんだ、ね、一定時間にきちんと休息を取っていないと、うちでは法律で罰せられるんだ。へえ、ドイツの家はお休みも規則なんだ。いや、じゃあ勝手に一人で遊んでるよ。俺の尻尾で遊ぶな。じゃあ隣でゴロゴロしてるね。シエスタシエスタ、ゴロ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 、静かにしろ。分かった、音を立てなきゃ遊んでいいから。やった、本当ドイツ猫優しいね。あ、静かに静かに、ブニャー。まあ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 、とりあえず席に戻ろうかね。とりあえず席に、いろんな問題があると思うけど、とりあえず席に戻ろうか。もうね、言いたいことが山ほどある。席に戻ってからやって。席に戻ってから。とりあえず戻ろう戻ろう。言いたいことは山ほどある。いやー、すげえ疲れた。ひろき君、僕はね、言いたいことが一つある。はい。口がずれてた。俺口ないもん。目開くとこのアクションやもん。何が？これチョイスした人が悪いですね。そうね。このシーンをね。これですね。俺はさっきの強気な態度でいけるはずだよ。いやー、こんなに喋ったの久しぶり。多分ね、次の輪はもっとしっかりしてると思います。うん、次はこちらでございます。はい、みんな大好きシー君の登場のところでございます。どうも、こちらに出ている方はどうぞ前の方へ。はーい、皆さん、波川さんもう一回お願いしますね。杉山さん、波川さん、そして織笠さん。はーい、ここだけ3回聞きましょう。えっ、あ、マイクを、波川さんのマイクを。さすがにマイクがないとね。天然が出ましたよ、皆さん。ちょっとつないでてください、マイク直します。はい、波川さん、マイク高さ調節してあげて。レディーだからね。レディーだからね。レディーに対して失礼のないようにね。ありがとう。あ、そっか、シー君だから今日はちょっとマリンっぽい服を着てらっしゃるんですね。今頃。今遅いな。そうでしょ、そりゃ。私も天然が出てしまいました。多分これで買い物は行かないと思う。いや、素敵ですよ。素敵です。ありがとうございます。ほんなら行きましょうか。シーランの登場どうぞ。お、ん、みんな待ってたよ、もうすぐパスタ茹で上がるからね。べー、みんなさーん。お、
大国助けて国として認めさせてやるですよ。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今のが3000でできているやつですね。そう、みんなの3000が集まってて、みんなの3000でみんなの3000でできてんだ、あの子みんなの3000で維持してるんです。維持が3000円あれだから国土動かしちゃうと燃料費で、あ、また3000円とか思う人がいるんですよ。6000円になってるかも意外と、ね、たまに2960円だったりするの。マジでディスカウントあるんですか。うん、ほらレートが違うから、ね、レートで、あ、レートでね、レートか、面白い、本格的だな。なんか C 君って大体ああいう唐突に出てくるけど、唐突にあんな感じでファッと終わりますよね、出てくる時って。そうですね、去っていきますね。さあ、和んだところで次は若干思考を凝らしたやつをやってみようじゃないかということです。次はこちらのシーンをやります。どう、まあ、銀幕ヘタリア、おもてなし、まあ、ピクト星人をいろいろおもてなすシーンですね。各国の人たちがいろいろ騒ぐところでございますけれども、こちらをですね、はい、まあ恒例といっちゃ恒例なんでしょうか、シャッフォーします。いいですか、皆様覚悟のほどはよろしいでしょうか。シャッフォーです。シャッフォー、イタリアを杉山さん、はい、ドイツを海田さん。え、あ、女子だよ。ドイツを海田さん。はい。そして日本を小野坂さん。恐れ入ります。マジで。って言われてるよ。恐れ入ります。そしてアメリカをまさかの俺でございます。安本君。そしてイギリスを高戸さん。はい、頑張ります。そしてエッチな人、波川さん。脱いじゃうよ。そしてロシア、これロシアはちょっとあのセリフ的にも少ないので金役をやってもらいます。はい、金役ごと高橋さん。コル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 。いいですね、みんなチューニングできてますね。そして中国を小西さん。わかりばてた。悔しい。完全にバカ。そしてちょっとあのお手伝いで、あのいろいろお手の間方にもちょっと手伝っていただきたいんですけど、ピクト星人の方をリカサさんとあのゴーちゃんとカナダにやってもらいます。はい、やるぞ。でセリフないところも僕たちもちょっとピクト星人はどんどん参加しましょう。はい、そこでじゃあ前に行きましょう。よし、はい、あれ持ってましたっけ。この移動中誰か喋る、ね、オフマイクで喋るの。波川君さっきからオフでずっと喋ってかける。ちなみに今波川さんが喋ったのはフランスできねえよ。どうすんだよフランス。頑張って、これこそ頑張ってだね。これがね、これがそうです。そう、ここは頑張って、ここ正しい。それでは腹をくくっていきましょうか。銀幕ヘタリアからおもてなし。こうなったらこれしかありません。ピクト星の皆さん、私たちはあなたたちをおもてなしに新居キャッシャー。皆さん冷静になってよく考えてみてください。彼らは地球を侵略しに来たとはいえ、はるかピクト星よりいらした立派なお客様です。お客様におもてなしをするのは日本人、いえ地球人として至極当然なこと。さあこれからみんなでピクト星人さんたちを接待しましょう。接待、おもてです。でなんか違う気あるするけど、よーし、とにかくここは何でもやってみようじゃないか。なあなあなあ、すっげえするなこれ。なあ、接待なら私に任せるある。肉まんシューマイ。はあ、さあいっぱい食べるよろしい。っていうか宇宙船にも町作っちゃうのかよ。ウェービーグッド。もういつもいつやりもうとある。うまいやるか。いくらでもあるある、ちょっと食べるあるよ。はーい、はーい。お前は食うな。
喜んでくれてるあるか。うん、あー、うん、微妙。そうあるか、微妙あるか。微妙ってそれは美味しかったってことあるか。微妙。はいよ。はーい。お次はお兄さんのおもてなしだよ。ヨーロッパ代表のメンツにかけて満足させちゃうよ。んー、三つ星レストランからフルコースのディナー、そして最高級のワイン、至福のひとときをお過ごしください。はーい。だからお前は来るな。いかがです、お気に召しましたでしょうか、ムッシュ。いいよ。なんで最後イタリアやんけ。そうだよ、イタリアになってたよ。そうですね、やってみてわかるオリジナルの強さ。いや本当に小野坂さんの日本が、私あんなセクシーでしたっけ。セクシーだよね。セクシーじゃねえ、セクシーでした。セクシーだよ。セクシーっていうかなんかすごいクネクネしてましたけど。こうなったら仕方ありません。おい。あ、ちょっとあの家に帰ってよく考えようと思います。自分の演技を。いや、やってみてよかる。小西さんの笑い方ってすげえ疲れそうですね。いやいや、笑い方だけじゃないよ、全体的に疲れちゃう。痩せる、ずっとアメリカ行ってたら。腹筋バキバキになりそうですね。アメリカダイエット。アメリカダイエット。さあ、どうでしたか、あの波川さん役を演じた波川さん。いやフランス、あの、うわ、待ってください、すごい何にも喋ってないのにものすごいプレッシャーを感じるん。なんだろうねこれ。これ多分皆さんも多分今分かった。もう一回ちょっと向こう見てもらえると、この画面を見ていただけると分かると思うんですけども、映りますかねこれね、あの金髪の人。あ、すごい画面だね。なんでしょうね、無言なのにものすごいプレッシャー、感想とか言える雰囲気じゃないですけども、でもあの、いやでも本当オリジナルのそのオリジナルの凄さっていうのをやっぱりすごい感じましたよね。ね、な。だからもうキラー小野坂を止めることができない。どうでしたか、逆にあの小野坂さん。どうでしたか。あのなる。次あのはい、あ、じゃあ次あのオリジナルでやりましょうかね、元のちゃんとしたキャスト。あ、今のところちゃんとしたキャストでやりましょう。あ、そうしましょう、そうしましょう。いや、落ち着きますそれが。一回あのクールダウンが必要です。我々の精神的に。じゃあ準備の方はよろしいでしょうか。ちゃんとしたキャストでお届けする銀幕のヘタリアから。ちゃんとやる？ちゃんとやりますよ。はい、ちゃんとやる。ちゃんとやる。何をやる？なんでギリギリでハードル上げようとしてんの？ごめんごめん。今モノマネのモノマネになってると思わなくてごめんなさい。すみませんすみません。自分のマネ。ちゃんとやろう。はい、じゃあ、銀幕のヘタリアからのおもてなしをちゃんとやります。取り戻して。こうなったらこれしかありません。ピクト星の皆さん、私たちはあなたたちをおもてなしに来ました。ああ、皆さん冷静になってよく考えてみてください。彼らは地球を侵略しに来たとはいえ、はるかピクト星よりいらした立派なお客様です。お客様におもてなしをするのは日本人、いえ地球人として至極当然なこと。さあこれからみんなでピクト星人さんたちを接待しましょう。接待？おもてなし？べえ、なんか違う気がするあるけど。よし、とにかくここは何でもやってみようじゃないか。なあ。肉まん10枚。はあ、さあいっぱい食べるよろしい。
っていうか宇宙船にも街作っちゃうのかよ。はあ、ピコル。なるほどなるほど。僕もな。とある。お前やるか。いくらでもあるある。パンパン食べるあるよ。はーい。はーお前は食うな。皆さん堪能してくれてるあるか、喜んでくれてるあるか。微妙そうあるか、微妙あるか。微妙って美味しかったってことあるか。微妙な微妙微妙微妙パンダ微妙。いやいや、はーい。お次はお兄さんのおもてなしだよ。ヨーロッパ代表のメンツにかけて満足させちゃうよ。三つ星レストランからフルコースのディナー、そして最高級のワイン、至福のひとときをお過ごしあれ。はーい。だからお前は食うな。もぐ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 。いかがです、お気に召しましたでしょうか。ムッシュビーヨー。なんで？はい、聞いてて安心しますね。やっぱシャッフルとかしちゃいけねえや、うん、こっちですやっぱりね、落ち着きますね。これあれですね、なんかあのフランスをちょっと浪川君のと聞き比べてたんですけど、浪、川君のキスはちょっと軽い感じなんですけど、小野坂さん吸いつくようなキスですよね。ディープなんだ、あの、やっぱそのキスのチュッて音の後に一息ッって入るんだ。浪川君はまだ日本のキスなんだよね。ああなるほど、ね、ジャパニーズキス。フランスのキスどんな感じですか。フランスのキスはやっぱりあのもうちょっとね、唇も分厚いしね、分厚い。本当に吸い付いてるんだ。吸い付いてるんだ。シュポンって。すごい吸い付き。吸いすぎてね。ちょっとこっちも吸いすぎて。フレンチキスってそういう意味だって。あ、そうですね。フレンチキスね。あのピクト星人のところでちょいちょいあのいろんなことが聞こえてきたんですけど、割とアイさん今積極的に。積極的に宇宙人やらせていただきました。ピクト。ピクト。じゃあどうしようかな、これアイさんに聞く勇気がねえや、カナダに聞こうかな。何、浪川さんのチュポンって音と、はい、小野坂さんのチュポンって音はどっちが正解だい。正解正解ですか。それは個人的なことなのかパブリックイメージ。パブリック。お前何それ。そのチャンネル何。あのさ、私男性の端から全部聞きたいんだけど。あ、待って。レディーはさすが。今一番顔固まってるのが井上くんね。まあじゃあ井上くんは一番最後にして。そうね、井上さんは一番最後で。そうだね、やっぱりね、大取りで。これは大取りで、やっぱりフランス式で。え、それは違いますよね。愛さん、愛さん、どんな感じで、それなり自分なりの中ですか。各国のってこと。うん、そこは任せるわ。あれキラー小野坂だけだと思ったらキラー織笠もいた。これ今一番、まあ、もうやらざる得ないっしょもう、うん、でもしかも井上剛をラストにするのとしたら高田さんからです。嘘。そうマジか、マジか。あ、
フランスっぽくやればいいんだね。だから自分のキスもうやめよ。高戸さんなりのキスですよ。高戸さんなり。もうハードル上げるのやめよう。あんまり待たせないで。先にやっちゃった方が楽ですよ。そう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 。先にやった方が楽。なんだったらカメラ目線でやってもいいですよ。どこ？カメラどれですか？カメラどれですか？向こう。あ、遠いか。あれじゃね。あれ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 じゃね。あ、今レールからレールが点点点点点けど、あっち来た、来ちゃった。今日はあのカメラまさかのレールが走ってるんですよ、手前に。うわ。寄ってきた寄ってきた。来たよ。うわ。コリさんが何今キレ顔なのか。来た。わかんないな。え、お。どう向けばいい、こうこう。高田さんちょっと帽子ちょっと上げてもらっていいですか、影が。やめ出しきちゃう。ありがとうございます。見たいですもんね、そのお顔を見たいですもんね。いや、あの音大事だからマイクは。あ、そうだね。そのポーズ何ポーズ、うん、いや、これいるかな、形かな、形もある、形がね、形大事じゃん。いや最悪や。いかんな、ハードルがもう一個上がりましたね。これ楽しくなってきたね、これ。はい、次は誰、次は小島。照明さんも無理にピンク出していただくと大丈夫ですよ。俺次俺、そうだね、はい。新年あげたね。え、芝居から新年入りました。今日は新年あげたからさ、君にプレゼントがあるんだ。じゃあ両手を出して目をつぶって、え、ドラマからでしょ、だって。やべ、これキスの大喜利になってきたな。なんかハンバーガーの味がした。ありがとうございます。キャラ的には正解ですね。じゃあ小野坂さん、もう一回ちょっとぶちかましてもらっていいですか。なんだ、仕事だって。ああ、でも仕方ないだろ、年末進行なんだよ。まあでもいい子で留守番してたから俺からご褒美だ。いくぞ。すごい。いや100点出ちゃった。100点でしょ。100点出ちゃった。100点だね、これ。すごいいい点だけど、ちょっと顔がテカってたのが気になった。愛さん、そこはあの小野坂さん年齢なんで。すいません、そこちょっと間引いてください。いや、俺は何よりも隣で若干呼吸が荒くなっている杉山さんが。いや、もうすごい楽しみ、すごい楽しみだよね。ハードル上げないで。はい、じゃあ、いきます。なんだよ、お前バカ、こっち見んなよ。そんな大したことじゃねえんだけどよ。あの、だからこっち見んなって。あの、なんていうか、新年おめでとう。いや、もうなんでぶきらぼう。なんでカメラ目線じゃないんだろう。見ない彼、ツンデレ大魔王だ。まあシーランド的にはどうかな。あれ、ツンデレお嫌いですか。シー君的にはまあ真似たいような、真似たくないような。真似たい。真似たい。最後持ってきたいってことですか。あ、では次は。もうなあ、昔だったら絶対できなかったのに、最近変にハートが強くなりました。やりましょうかね、あそこから。
もっとこっち来いよ。ごめんな、俺今パンツ見えてる。いつもありがとうな。あれな、今日は何のイベントなんですか。はい、次やってくれ早く。あれなんかずいね、ちょっとす、いや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 ね、ドイツってああいう面があるんですね。ドイツじゃねえよ、キャラに謝れ。じゃあの浪川さん、じゃあ次、はい、結構ねあの、はい、映画とかもやってらっしゃいますからね。そうですね。そして何せイタリアですから。そうですよね。大変です。なんかいろんなきっとドラマが繰り広げられるんでしょうね。よいしょ、どこですか、これ、こちらで、これですか。じゃあ行きます。チャオチャオチャオ、あれなんか出てる、あれ鼻からパスタが出てる。でもこれはパスタ大好きだし端から食べてこう。美味しかった。いや、ちょっと待って、いいよ、今のおかしくないか。え、鼻からパスタ出てたの。鼻を吸ったってこと。ずるいよ、完全に変態でしょ。ほっしゃん、ほっしゃんがいたの今。違いますよ、よ皆さん変態でしょ、変態、ね、いや、え、浪川くんは普段そうなの。違う、普段浪川くんの羽にはパスタが入っているの。違う、浪川くんはパスタが鼻から出てる女の子が好きなの。じゃあみんないっぺんに質問して。じゃあお客さんみんな鼻からパスタ出したよ。浪川ファンの人は次からはあの鼻からパスタお願いします。さあみんな吸いに行くよ、浪川くんが。端から順番に行くからね。もうさっき若干レディーが憧れちゃんに呆れてましたよ。どうでしたか、なんかちょっと欲求不満。え、どういうことですか。だって鼻なんだもん。アイさんね、問題そこじゃないっす。そうね、やっと言ってくれた。そこじゃないよ。そう、ね、今階段下げてよかった、助かった。ちょっとしびれました。なるほど。じゃあ次行きましょうか。もうアイさんの、アイさんの金銭がわからないんだけど、ね、そうそう、もうアイさんは多分今正解なくなっちゃってると思う。だいぶ堪能なさってるから、ね、そう。じゃあヒロさんも、それではヒロさん、やるしかないですもん。なんだか落ち着きませんね。改めまして、ふつつか者ですが、よろしくお願いいたします。じゃあ、永遠の愛のちぎりをしましょうか。これでよろしかったでしょうか。一生かけて善処しますね。このコーナーなんだこりゃ。これ礼儀正しいよね。さあゴー君大丈夫。ゴー君、ゴーちゃん大丈夫かい。ゴー君顔色がさっきと違うよ。あ、ごめんなさい。すごい大丈夫。すごいビビゴーちゃんヘタリアってね、大体この現場にいる人って俺以外みんなエースだと思いな。いやー、油断してました。でもまあ大丈夫。そしてあの状況。これひでえよ。これひどいよ。割と長めの芝居でお願いします。先輩結構きつい注文出しますね。長めの芝居で、このコーナーアフレコだよな。あの特典 DVD で別でつけるかもしれない。そうかもしれない。尺入んないかもしれない。うん、え、僕が面白いって。それはプロポーズだと受け取っていいんですよね。ですよね。面白いんだもんね。じゃあカレンダー持ってきなよ。
あれゴーちゃん今日仕上がってんな。なんかね、あのここがヒクヒクしてすごく可愛かった。ああこういうのがね。だってゴー君他の人がやってる時にもう直立不動で、うん、もう顔が真っ青な顔してピクリとも動かなかったもんね。ここで座って足をバタバタさせてましたよ。今日一番集中しました僕。いやこの後もあります。そうだね、このコーナーどう締めりゃいいんだこれ。しょうがない、じゃあもうパワープレイで次に行こう。もう一個実はフレコあります。この後にこれだってあなっちゃったんだもん。これポイントたまんないじゃない、逆に。いやわかんないですよ、だってトニーのためにもやったわけですから。そうかそうか、トニーだいぶ満足してらっしゃいます。そうだトニーだいぶ行ったでしょう。あっトイでも結果誰がいいかって選ぶんじゃなかったの今の。あそうそうそうだ、聞かなきゃ。ジャッジはないんですか。10うーん、やっぱり頬がヒクヒクしてた井上くんかな。あーね、やったね。まあこれは文句なしですよ。まあしょうね、そうそうね、じゃあじゃあね、もっと嬉しそうな顔しなよ。いや今やり遂げたっていう方が強いんですな。多分あいつ今日泥のように眠りますよ。とりあえずまあこんなものもやりましたということで、とりあえずアフレココーナー一回閉めますね。以上アフレカコーナーでした。ということでいろいろやりましたが、トニーにポイントを聞いてみましょう。トニーさん、このコーナーのポイントは何本でございましょうか。おお、割といった。いや手応え的にもっとじゃね。そうだよ ね、 そうね、増えたね。結構消費したカロリー分はもうちょっとありそうな気がする、ね、手応え的にはもっとじゃね、うんうん、まあでも結構ねいいとこまで行きましたよ。仕方ない、とりあえずじゃあもう受け止めるしかないですよ、もう浪川さん、うん、あ浪川君何度かまとめようとするのはやめてもらえないや優しさ優しさ優しさですから。まあ、とりあえずまあ 40% ということでここまで来ました、まあ、だとしたらもう次のコーナーでどんどんポイントを稼ぐしかありません、はい、ということで次のコーナーに行きます。ほい、次のコーナーは我々も知らない情報を持っているらしいロシアからお知らせがあります。ロシアからいろいろと聞いていきましょう。ということで、高田さん以外の方はちょっと一旦お休みください。はい、高田さんと足でぬるりと進行したいと思います。はい、頑張ります。あとでみんな帰ってきますからね、いろいろ準備があるもんでしてね。いいね、あ大丈夫ですか。よいしょ。さあここから若干真面目なコーナーです。いや、はい、大変ですねヘタリアのイベントってね。ちょっとだけ真面目にやりましょう。さて、はい、ここからは告知のコーナーです。このコーナーはロシア役の高田さんと2人でお届けします。はい、はい、今日は皆さんに5つお知らせを持ってきました。結構ある、みんなちゃんと聞いてくださいね。おい、では早速一つ目の情報の方をお願いいたします。はい、一つ目は映画銀幕ヘタリアの DVD がいよいよ今月1月26日に発売。でこれはプレミアム版と通常版の2種類が発売されるんですけども、プレミアム版は豪華特典がいっぱいです。ひまりや先生の書き下ろしの特製スリーブをはじめね、これこれこれはじめ、この DVD のために新しく作られたキャラクター総登場のさっき見たエンディング映像、もう一回見てください。はい、でこのままかな。いや違いますよ。ん、どこ、アイスランドとね、アイスランドとパフィンが歌うキャラクターソングアイスランドより愛を込めてを収録した CD などなどたくさん特典がついております。はい、先ほどのねエンディング、あとはもうパフィンが歌うってどういうことなんだろうと思いますけどね。パフィン歌ってるんだね、うん、でも何よりやっぱ俺あれですね、先生のこの絵好きですね。いいですよね、なんか見ててあったかい感じがしますね、うん、ほっとします、ね、さっきまでのえらいテンションとは大違いです。本当にずっと見てなんか、ね、今紅茶を飲みたい、そんな気分です。安らかな感じ。さらに全国のアニメイトさんではアニメイト限定版を発売するんですが、その特典にはえ僕の姉さんと妹、ウクライナとベラルーシのキャラクターソング、アメとムチの CD がついてくるんだ。ぜひみんな買って聞いてね。
若干取り乱しております。ではザクザクいきましょう、はい、次の情報お願いします。はい、2つ目は日本くんの情報です。昨年イタリアくんが台湾に行ったんですが、今年も日本くん役の高橋弘樹さんが2月14日に台湾で行われるブックフェアのイベントに出演が決定しました。日本くん頑張ってきてね。待ってください。イタリア、ね、日本、次はドイツ、次あるんですかね、次ね、いけるんですかね。ぜひ行ってきてくださいよ台湾。でもすごいですよね、海外ですって、ね、すごいですよね。第2弾単体の作品で海外でやるってなんかすげえよ、ごめんなさい素のリアクションでした。では3つ目の、はい、3つ目はこの丸書いて大感謝祭の情報です。今回の入場チケットもかなりのすごい倍率だったらしいんですよね、さっきも言った4倍でした、4倍とおっしゃってました ね。そんな今日のイベントの模様がDVD で発売されることが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、だもしかしたら皆さんも若干映り込んじゃってるかもしれないんで、どうしても映っちゃいけない人はこうやっておいてください。こちらの方がっとは、ロビーで予約を受け付けているそうなので、今日の、ね、ロビーで早速予約できちゃうそうなので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いしますと。お願いします。はい、では4つ目お願いします。はい、4つ目はPSP 学園ヘタリアポータブルがいよいよこの春3月24日に発売になります。ありがとうございます。キャラクター総登場でお届けするこちらのゲーム、好評予約受付中となっておりますので、よろしくお願いします。まあ、この通りジャケットが違います。これ色が違うだけじゃなくて持ってるもんとかもう服とかがボロボロ違いますね。服が違うでしょ。お好みの方を選んでください。ね、いいですよね。どっちも欲しければどっちも買ってください。ありがとうございます。では最後のお知らせお願いします。はい、最後はアニメの放送配信情報です。1月28日から BS11 さんでヘタリア第1期から第2期の放送が決定しております。第2期は初めてのテレビ放送になるんで、ね、皆さんお楽しみにね。ということで、また年末年始にお休みをいただいたワールドシリーズの配信も来週1月14日の金曜日から毎週配信が再開されるので、みんな絶対見てね、見てね、ありがとう、うふありがとうございます。携帯モバイルアニメイトとウェブアニメイト TV で配信をしております。はい、ありがとうございます。はい、もろもろの、ね、アニメヘタリアの詳しい情報は公式サイトはヘタリア .com をご確認いただければと思います。ありがとうございます。高橋さん、ね、以上お知らせ告知でした。俺じゃなくてお客さんに言ってください。ね、なんか隣にいると見たくなっちゃうよね。すみません、以上告知でした。はい、でもですね、僕からのプレゼントはこれだけじゃないんだよ。僕すっごいもの手に入れちゃったんだ。僕ってすごいでしょ。それではありがとう。それではご覧ください。僕って最強だね。それでは始まり始まり。さあ皆様、お待たせいたしました、ヘタリアライブショー。この世界の大危機を歌で救おうと早速名乗りを上げたのはこのお二人、日本とイギリス。案内役はみんなのお兄さんフランスでお送りします。あー、ただいま下手に危機の真っ最中。そこのあなたは大丈夫？早速歌ってもらおうじゃないの。皆さんどうぞお楽しみください。俺が紹介しなきゃいけないのか、イギリスで絶対不敗ジェントルメン。
僕の海は庭だかんだロマンと略奪インド香港でそじけいえ紅茶うまいな信じて星を読み解いて明日を占えカレー中華でその飯ミートパイうまいぜ山さんには平気平気まだと最高ちなみに練乳を入れるのが軍隊式だあーいいよな続いて入る入るお風呂出る出る時間がいいヘタレを直すために日本が歌います恐れ入りますすみません紹介はあなたのお兄さんフランスでしたひしめき合う都会と長い
ことを言えと言わず語り継ぐ、それこそが私の心得なのです。礼儀遠慮恥じらうことが魅力、桜もみじ季節ごとの味わい、あゆあう黒髪残して初詣に行く、これが普通なんです。恐れ入ります、すみません。入る入るお風呂、出る出る時間がいい、入る入るお風呂、横文字料理もっともっと好き、運命開花否めない、恐れ入ります、すみません。新しいもの大好き、流行ってるものもっともっと好き、マイノリティ言いバレない、恐れ入ります、すみません。ご清聴ありがとうございました。例のゲージは、あ、そうですね、だいぶ溜まったように見えますが。何を言ってるんだい、こんなんじゃ全然足りないぞ、このままじゃ世界はヘタレたままなんだぞ。そうは言ってもね、やり尽くした感あるある。そうだな、これ以上盛り上げる方法となるとフランスが脱ぐぐらいしかねえんじゃねえかって、なんでもう脱ぎ始めてんだよお前は。え、おい、ちょっとまだこっち見んなよ変態紳士。変態はてめえだろうが。そうだよ、まだ見ちゃダメだよ。イタリア、なんでお前も脱ぐ。え、だってフランス兄ちゃんがこれなら絶対盛り上がるぞって。そういうパワープレイは却下だ。二人ともとっとと服を着ろ。はーい。おいということはそろそろシー君の出番というわけですよ。シー君的にはここは歌もやっちまったしな。やはりおたげが足りなかったのでは。え、あのなんだい日本、そのおたげって。ああ、いえ、今日いらっしゃってる方々にはあまり縁のない盛り上げ方ですので気にしないでください。日本はさっきから何言ってるわけ。よし、こうなったらヒーローであるこの俺がドカーンと解決するしかないな。へえ、アメリカ君なんかいいアイデアでもあるの。それをこれから考えるんだぞ。おいおい、会話が最初に戻ってるぞ。アメリカに期待する方がパカある。こらこら君たち、真剣さが足りないんじゃないか。世界のピンチなんだぞ、このオーバイカーな状況を何とかしたいと思わないのかい。お前に言われたくねえよ。べえ、俺は別にこのままでもいいよ、なんか居心地いいし。いかん、ヘタレ同士イタリアが同調し始めているぞ。やだなドイツ、それじゃまるで俺がヘタレみたいじゃないか。だから早くみんな僕と一緒になろうよ、そうすればゲージなんてすぐ満タンになるよね。なぜ私の方を見るんですか。やっぱりここは私の料理ね、さっきは実際に食べてなかったからゲージ上がらなかったある、今から私近くの別荘まで行って買ってくるある。あそこの肉まんは本当、こう歩きながら食べても絶品あるよ。
ね、かいくいとか最高ある。そういうわけで、みんな今すぐ私に100ドルずつよこすよろしい。金取んのかよ。当たり前ある。ここは私ボランティアと違うある。それにしても100ドルは高くね、ボリすぎじゃない。そんなことねえある。別荘までの交通費、手間賃、管理費、その他もろもろ諸経費を含めたらこんなもんある。安いくらいある。いやいやいや、そういう問題じゃねえんだよ。はい、シー君100ドル用意したです。おいしい肉まんは食べるです。しかしこれでは八方塞がりだな。こんな時スペイン兄ちゃんだったらどうしてたっけ。なんやイタちゃん、まだ元気出えへんのか。俺もさっきなアドリブで滑ってもてな。そういう時はなフラメンコや。フラメンコ踊ればみんな元気になるで。なんだそのフラレンコンって。フラレンコンやない、フラメンコや。軽やかなステップとアップテンポな音楽が特徴の情熱のダンスや。ほらロマノ、お前も踊らへんか。勝手に一人で踊ってろ、こっち来ちゃー。ああ、ロマノ、うるせえ。どうせ俺がうまく踊れないの知ってて言ってんだろ、このクズ野郎。ちゃうねんロマノ、誤解やっちゅうねん。そういうわけでちょっとロマノ追いかけてくるわ。すまんないたちゃん、また今度な。ちょっと待ちやロマノ。ベお、どうしたイタリア。白旗が落ちた。フラメンコ。いや、イタリアフラメンコを踊れるわけ。無理だよ。できないことを言うなよ。なんか微妙な間ができたけど、なんかそんな感じだったんだ。あ、でもでも俺いいこと考えたよ。なんだ、言ってみろ。こういう時はさ、負けるが勝ちだよ。こうさんってさ、こうやって旗振ってパタ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 。この状況で降参してどうする。ごめんよドイツ、降参するからぶたないで。あ、いや待てドイツ。なんだイギリス、今少しだけゲージが動いたような気がしたけど。それは本当かい。ええ、私も見ました。よしイタリア、もっと強く白旗を振るんだ。オッケー、行くぞみんな、イタリア魂見せてやる。パタ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 。よし、早速 C 君も旗を振る。うん、これでデータは揃った。うん、では早速皆で白旗振りの訓練を始める。いいな。なんでドイツが仕切ってんだよ。こういうのはヒーローの仕事なんだぞ。そうやってお前毎度毎度美味しいとこだけ持っていくつもりだろ。でもイタリア君より白旗振るのが上手な人ここにはいないよね。ああ、その意見には全面的に賛成だ。お兄さんも同感。私も同意します。そう言うと思ってな、早速ふさわしい講師に来てもらっている。そういうわけで諸君、これより白旗振りの訓練を開始する。一人一人の背中に全世界の運命がかかっていることを自覚しつつ、全員死ぬ気で旗を振るように。以上。それでは訓練を開始する。すいません。はい、ではですね、今から旗振りの練習をします。皆さん入り口でもらったこの白旗、はい、あ、もうすでにみんな持ってますね。まだ袋から出してないって方は今ペリペリッと出してください。あ、
すごい、みんな大降参ですね。素晴らしい。そう、これはね、下に吸盤がついててこんな風にくっつけられるんだよ。とっても便利。はい、それではですね、みんなで旗振って旗振って、みんなのパワーでゲージをいっぱいにしたいと思いますね。それでは、私がそのふさわしい講師かというと、そうではない、強力な助っ人を呼んでおります。それでは旗振り特別講師、出てきていただきましょう。チビタリア、までね、行きましょうかね。あー、なんてよちよち。本当は抱っこしてあげたいけど、ちびちゃん割と大きいからさはい、どうもどうも。かわいいね、大きいね、結構大きいねみんなこんにちは。今日はね、みんなと一緒に白旗を振りたくて遊びに来ちゃいました。そうなの、ありがとう。二人で一緒に旗を振ろうね。うん、始める前に僕から一つだけみんなにお願いがあります。これからいろいろな動きをするんだけど、隣や前後ろのお友達にぶつからないように気をつけてね。あー、いいこと言ったね。そうね、みんなでやらないといけない。もうちょっとこれいいかな、みんな大人だからわかるよね、私がやってますそれじゃあ、ちびちゃん、白旗はどっちの手に持つの？もちろん右手。ねえ、右手には白旗。でも練習するにあたって私たちは鏡の状態になりますので、私たちは左手、パスタのお手手に持ちます。じゃあみんな右手に持って、よかったら立ち上がってもいいけれど大丈夫？はい、よし、気合い入れてやりましょう。いくよ。みんな準備いいですか？みんなに覚えてもらうのは大きく2つです。1つ目 A パターンはここの部分。旗振って旗振って旗振ってパレード、2億の世界へアンディアモン。手を取って輪になって回るよ地球が、キラキラな画物で絶好調。なるほど、ここね、歌が始まってすぐのところね。ここの他にもあと2箇所同じメロディーのところがあるから、そこも同じ動きをしてね。はいはい、わかりました。それじゃあ早速 A パターンの動きを教えてもらいましょう。はーい、まずはハート振ってハート振っての歌詞の通りに旗を左右に振るんだよ。はい、ハート振ってハート振って旗振ってパレード、これでいい？そうそう。それでね、アンディアモンのところは旗をくるっと回すんだよ。アンディアモンね、はい、わかりました。ああ、上手上手、ありがとうありがとう次は右左って2回ずつ白旗振るんだよ。はい、手を取って輪になって回るよ地球号ってことですね。ああ、みんな上手だわ。次はキラキラ長靴でまで続けて、絶好調でまたくるっと一回転。これで A パートが終わりだよ。みんな覚えた？はい、ありがとう。よし、それじゃあまず一回 A パートだけ音楽に合わせてやってみようかと思います。はい、皆さん準備 OK ですか？うん、いいね。それでは行きましょう。音楽スタート。最初は街です。右手には白旗、アンディアモンで回す。アンディアモン、手を取って輪になって回るよ地球が、キラキラな画面で絶好調。はぁ、絶好調。
先生。はい。この後の部分でーす。はいはい。ここはどのように、はい。さっきの A パターンのすぐ後、ここどうやってやるのか教えてくださいな。まず、はじめはみんなで8回手拍子。それでね、ぶたれだってめげないぞのところは、めげないって気持ちを込めて、ダダをこねるようにするの。ああ、なるほど。ここは、ちょっと気持ち込めて、負けないぞっていう気持ちでやるんですね。そう、みんな、めげないって気持ち、めちゃくちゃ出してくださいね。それで、最後のヘタリアは、かっこよく2回上に上げましょう。おー、ヘタリアね。あ、チータリアさん、ちょっと私提案していいですか？ヘタリアが、1回目じゃ、1回目、ヘタリア、この辺で打って。で、もう1回は、2回目はこう上にポンって大きく上げましょう。ヘタリア。どうでしょう、どうでしょう、これ。いい？ありがとう、ありがとう。そうしよう、そうしよう。かわいい。じゃあ、これで全部ですか？うん。あ、あのね、B パターンは全体で同じところが2箇所違うところが、同じところが2箇所とちょっと違うところが2箇所あるの。お、ちょっと違うところ教えていただきましょうか。はい。あ、微妙にね、ヘタリアがついてるところとついてないところがありますね。うん。だからこの部分では最後にヘタリアがないとき、手は上げずにそのまま振り続けて終わってください。わかりました。はい、みんなわかったから。ずるっと通していきますんでね。いきますよ。最後のフィニッシュはヘタリアの歌詞がないときはやらないってことで。はい、じゃあ1回1番と2番通してやってみましょう。はーい。よし。あ、このモニターにですね、歌詞出ますので、一緒に歌いながら旗振ってくださいね。それじゃあ、ミュージックスタート。右手には白旗、左手にはパスタ。旗振って、旗振って、旗振ってパレード、魅惑の世界へ。回るよ地球が、キラキラなガッツで絶好調。ベルデビアンコロッソでトリコロネ、めげないだってめげないぞ。ヘタリア、おー、素晴らしい。みんな完璧、物覚えが早い。上手にできてるね。最後にもう一回おさらいしましょう。今戻るから。旗振って旗振って、旗振ってパレード、楽器を鳴らして行進だ。みんなでせーので仮装すれば、ただ一つの歌完成さ。シーキューカリーは俺ベベジャーノ、ずっと鳴らこねて、ずっと鳴らこねて。ということですね。はい、ここまで感想が終わったらまた同じようなやつが来ますんで、そこも同じようにやってくださいね。はい、みんな覚えられたみたいね。それじゃあ 100% 目指して、みんなで旗振ってパレード本番だよ。今回はイベントスペシャルバージョンで、僕と大人の僕との世紀を超えたダブルイタリアバージョンでいきたいと思いますね。え、大人の僕。はーい。はーい。さあさあ、それではみんなで一緒に元気よく旗を振って盛り上げていきたいと思います。大人になるとこうなるんです。それじゃあみんな本番だよ、準備はいい？はーい。それじゃあ旗振って、ちょ、噛まないでくれる？
支援したりする。みんな最後まで思いっきり振れよ。イエローは不王手に乗ってファンファレは俺たちを勇気づけるようになる。おいイタリア、まだ 100% になってないぞ。うわすげえな、白旗たくさんじゃないか。僭越ながら我々も参加させていただきます。みんな気持ちを一つにするよろしい。お兄さんも一緒に脱いじゃうよ。俺とジョイナスしようじゃないか。ハタフンの楽しいな。みんな準備はいい？マイルーギピッター。レバーメサイダー、ハタフテハタフテハタフテパレード、ケレスリはバーコ共通さ、いつのタイプと夏の海をノリノリな大オーダー、アンケースついてカルニバーレ、ユーベンチャーズも振り込め、ゲンディニャンゴロッソリトリトローレ、ムカムカってめげないぞ、ヘタリア。イエーイ、すごいすごい、ハートが飛んでいるよ。ハートがいっぱい。すごいな。あー、 100% になってる。あー、マジでマジで。あ、本当だ本当だ。いつさっき、まあ、ということで無事に 100% でございます。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ 100% になったっていうことは世界が救われたということでございます。よっしゃ、じゃあその俺を言いに、じゃあ壇上の下に皆さんおりましょう。はい、チビタリーありがとう。あ、チビちゃんはここでシエスタのお時間です。帰りますね、こっちにおいて、気をつけてね。みんなありがとう、ありがとう、バイバイ。足元見えないから誘導してあげて、ちゃんとドアあっちよ、ドアあっちよ。そうそう、後ろ姿がなんかもうね、大きいな、おまんじゅうみたいになっちゃってる。食べちゃう。さあさあ、めでたく、あ、ごめんなさい、めでたく 100% になりまして、はい、世界が救われたわけでございますわ。救われたのか。救われたの、よかったな。そう、これも一重にあかね、もう今日のいっぱい集まってくださったそうだ、ね、メンバーの力でございますよ。立ってくれてるしね。そうだよ。マサヤ、そうだよ。さあ、ということはですね、あ、拾えねえときに。で、見てた見てた見てたから、俺の視野が狭かった。まあそんな残念な俺が司会を務めました。このイベントもぼちぼち終わりでございます。すいません。でも端から、ね、感謝の気持ちを伝えたいと思います。じゃあゴちゃん。はい、僕はですね、あ、もう一回、あの例のさ、自分の名前言うやつ言って。え、何でしたっけ。ちょっとあれもう一回聞きたい。あ、どうも、はじめまして、スペイン役の井上ガーレース。最初と全然テンションが変わりました。よかったです。もうなくすものないなっていう気持ちでね、イベントを来ていただきましてありがとうございました。メガネかけてた？メガネかけてた？それがですね、先ほど本当だ奥に引っ込んだ時にやたら充血してたんで。あ、これはダメだね。イベントだからさ、最後まで気抜かないで。いやいや、楽屋に入った途端すごかったですよ。楽屋入ってくるなり弁当を開けて食べ始めた。いろいろ使っちゃったんだね。よっぽど消費したんでしょうね、いろいろね。いただいてきました。ゴーちゃん頑張った今日。はい、ありがとうございました皆さん。戦略の岩井ゴーです。ゴーです。
5でした。どうでした。さあ次はですね、先ほどあのカナダ名人劇場をやってくださいましたカナダさん、はい、ありがとうございます。こんなに大勢の方に見ていただいて、みんなで旗振って、本当なんか人の大勢の人の力ってすごいなって思って、本当もうちょっと途中泣きそうになるぐらいの感じでした。本当すいません。なんでマイクに旗つけてるんですか。こういう使い方もできるよっていう。なるほどね、はい、なんでなんでそう今度はですね、もし何か機会があったらチビロマーノの着ぐるみも作っていただいて、もう3人でやりたいと思いますね。いや僕も入れてよそれとか入れて、親分だからごめんなさい、親分も連れてきていただいてね親分も着ぐるみにします。いやいやいや出せよごめんなさいそんな感じで本当に今日はどうもありがとうございました。上の人もイエーイ。さあ続きまして僕らのレディー、幸せ今日本当に私新参者だったんですけど、みんな温かく迎えてくれて本当にありがとうございました。この人数が一斉にだーって帰るわけですから、だーって気をつけて帰ってください。帰り道電車なんかで今日のことを思い出しながら北総園でくださいただし乗り過ごさないようにね。本当に今日はどうもありがとうございました。はい、すっかりレディー定着しましたね、はい、嬉しいです。ありがとうございます。さあ続きまして、完全に油断しているであろう高田さん僕ですか。ありがとう。今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。皆さんも楽しかったですか。じゃあこれも前のイベントでも言いましたけど、皆さん気をつけて帰ってくださいね。今日は本当にありがとうございました。楽屋ミニ情報をここで一つ。今日来た時に小野坂さんがちょっと寒そうにプルプルってしてる時に、まさに寒いからこっちの方が暖かいからおいでって席を作ったりとか、すごい高戸さんはヤングに優しかったですお母さんみたいですね。お母さんね。煽りのいい一角を見たと思いました先輩ですそれについて小野坂さんコメントしないんですねいや、ありがとうございます高さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続きまして、ハンバーガーボーイ。ハンバーガー、こんにちは、ハンバーガーボーイです今日はハンバーガーを食べる隙がなかったんで、本当はハンバーガーとシェイク飲みながら来ようかなと思ったんですけど、冒頭から僕ドラマだったんで諦めました。したら安本君が、これヘタリアのグッズなんですけど、ハンバーガーこれ使っていいらしいっすよってハンバーガー持ってきてくれたんで助かりました。ありがとうございます。いいえさあというわけで、全く触れてなかったんですけども、今日はアホ毛をちょっと作ってですね、イベントに臨んだんですけれども、すげえ、まあまあこうあそうそうそう、これ時間が経ったらもう倒れてくるだろうなと思ったんですけど、意外と最後まで持ちましたこれ根元をね、輪ゴムで留めてます。皆さんもし地毛でやるときはこういう風にしてみてくださいでも本当ね、すごく楽しい、また時間でした。ありがとうございました。旗を振ってるのを、みんな振ってるのを見たらすごいこれ壮観でした。出た時びっくりしました。本当に、本当ありがとうございます。今後ともヘタリアよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、堀さんでした。じゃあ続きまして、セクシーお兄さん。何セクシーお兄さん。セクシーお兄さん。セクシーお兄さん、はいはい。皆さん本当にどうもありがとうございました。なんか一番最初からね、こんなに盛り上がってくださるなんて思わないぐらいの声が聞こえて、ヘタリアのイベントどうなのかなと思ったんですけど、でもね、皆さんのおかげでうまくいきました。皆さん2階も3階も立っちゃったんですね。それ本当、ネッパの時は怒られるからね、それやって言わないのね、って本当ね、
止まって、ね、出しちゃダメだからね、怒られますから。あ、そうなんですか。カットされますから、小野坂君いなかったことになりますよ。あ、マジで。ね、またこんなイベントがあれば、皆さん、4倍のところをくぐり抜けて応募してきてくださいね。じゃあ最後に脱ぎますか。いや、いいですよ。いや、いいです、最後だから、ね、あ、みんな脱いで脱いではもうおかしくなってるからね。そこはもうダメだよ、みんなね。脱いでいいよ、間違ってるからね、うん、捕まっちゃうよ、ね、うん、後でみんな触っていってバカ野郎。ダメ、大丈夫、そこはカットされないから。ダメ、それだけは。小野坂さん、今更なんですけど、一桁の子がいますからね。そう、今日7歳の子がいるらしいですよ。そうそう、最初にアホじゃない。ヘタリアのイベントっつったらお前もうちょっとアダルトだと思うじゃない。俺アダルトの役だからやってんだろうね。いや、楽しそうにやってるなと思って。7歳とか言うなお前。ちょっと待って、マジへこみしてる。リアルに突き刺さってますよ、心に。旗が刺さって、旗がもう白旗が。みんなマサヤを応援してあげて。ありがとうございました。ね、脱がしたり触ったりするのは皆さんの心の中にエアーマサヤにしてください。小野坂さんです、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続きまして姉さんお願いします。あなたの肉まんガールです。ハンバーガーボーイ羨ましかったですか。ハンバーガーボーイが羨ましかったですか。ちょっとあそこで売ってるのにみたいな。皆さんも本当よかったら帰りね、うちの別荘寄って買って帰ってくださいね。寒いからカイロ代わりにもなると思います、ぜひ。はい、でもこの並び順でこう挨拶するのはちょっとすごく嫌な感じなんですけど、まあそれを差し引けば、なんでそんな目で見てるの。それを差し引けば、すごい年始めに縁起のいい感じの一日になりました。本当みんな言ってますけど、壮観だよこれ。これ今ね振ってるでしょ、隣の人にぶつからないように見渡してみ、すごいっすよ。すごい感動します、ありがとうございます。見渡してる時はちょっとやっぱり緩くなるんだね。あ、本当だね、ゆっくりになったね。2階と3階の人気をつけてくださいね。ね、はい、なので私ちょっとこの風景を思い描いて帰って夜一人で、そうですね、今日11時半に振ろうと思います。よかったら皆さんも11時半に一緒に振ってください。ということで、またヘタリアで皆さんと一緒に盛り上がれる機会がありましたら、ぜひまた来てください。今日はありがとうございました。サイチェン、ありがとうございました。さあ、続きまして、ある意味僕と同じく無茶ぶりにどんどん対応できるようになってきた杉山さん。でもね、どうも皆さんありがとうございます。皆さん今日は楽しかったですか。ありがとうございます。僕冒頭で出てきてイギリス役のって言い忘れたような気が今更のようにしてきたんですけども、今言ってもいいよ。イギリス役の杉山です、今日はよろしくお願いいたしましたみたいな感じになってますけど。今日はでも本当にですね、皆さんの温かい声援をいただきまして、もうすごく歌を歌わせてもらったんですけども、とても緊張しつつも、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。もう本当にもうすごいですよね、この人数たるや。これでも本当にね、全国のヘタリアファンの方のごく一部の方がいらっしゃってくださってるということで、もう緊張しきりなんですけども、そうですね、ヘタリア今後どういう展開していくのか僕よく分かりませんけれども、盛り上がってきた。ごめんなさい、なんかどうしてもこう誰か話し相手を求めてしまう。いっぱいいるわ、いっぱいいるわ。そうですね、皆さん申し訳ありません。たく、はい、今後ともですね、ヘタリアワールド、ヘタリア、漫画、アニメ、CD ドラマ、歌、いろいろありますので応援していただけたらなと。2011年もヘタリアを応援していただけたら嬉しいです。みんな気をつけて帰れよな。ありがとうございました。今半分本当でしたね、今。杉山さんです、ありがとうございました。さて、じゃあヒロキさん、はい、どうも本当にありがとうございました。
ヘタリア関連のイベントを割と最初の頃からね、主に数軸をメインに、出させてもらって皆さんとご挨拶させてもらってるんですけども、もうずっと言ってきたんですけど、よもやこんなことになろうとは、こんなに 大ごとにしちゃってこの作品いいのかな、そういう思いをまだ未だにひしひしと、抱いてはいるのですが、でもこうやって本当に携帯の小さい画面で見てる方がたくさんいらっしゃるかもしれませんが、そういう狭いところから、ね、実際にこうやって会って、そしてヘタリオという作品をこんなに一緒に愛し合って、なんか違う愛し合い方もしたような気もしますけど、はい、っていうところまで来たんだなって本当に、感慨深くてすごい感激しています。もうここまで来たら行くところまで僕たちと一緒に行こうじゃありませんかね。はい、そんな皆さんの期待に応えられるようにこれからも全勝し続けたいと思います。本日は5000円誠にありがとうございました。ヘタリア役日本でした。あ、日本役ヘタリア、あ、違う、日本役高橋ひろきでした。いいとこ、いいとこ、いいとこだ、だってなんで、もう4年ぐらいやってるよ。嬉しかったんですよ。じゃあしょうがないか。すいません、ありがとうございました。で、うすうす皆さんも気づいてきたくでしょうけどね、ヘタリアって天然多いんですよ、本当に。ですね、ひろきさんでした。さあ、大鳥は置いといて僕がじゃあ行きましょう。あのさ、なんでさ、オフマイクで言うのみんなに聞こえないでしょ。俺絡んでいいんじゃないか。ドイツ役の安本ひろきです。本日は、ありがとうございます、ありがとうございます。本日はね、皆さんありがとうございますね。新年早々これが一発目のイベントだって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、年始めにいい思い出になりましたでしょうか。ありがとうございます。旗ほんとすげえな。わあ、すげえ、ありがとう。元気出るこれ見るとすごいですね。いや本当に、まあヘタリアいろいろやってきまして、なんつうんでしょうね、大げさな表現じゃないんですけど、まあ、みんなそうだと思うんですけど、半ばライフワークみたいになってきてるんですよ僕たちも。もう演じること、もうドイツで叫ぶこと、多分小野坂さんだったらフランスでモニモニャっていう感じのね、言えないことを言うとか、ピー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 入るとか、それもライフワークになってるんですけれども、それができるのは本当一人に原作がやっぱ力があって、それを作ってるアニメのスタッフさんが本当に腰折れて作ってくれてて、それで皆さんが応援してくれてるからだと思うんで、このいい流れってのはもういっそそこに乗っかってるだけで本当気持ちがいいんですよ。願わくばこれがね、コンコンと続いていけばいいなと今日また思いました。いつも思ってるんですけど、ありがとうございました。本当にありがとうございました。2階の方も3階の方も本当にありがとうございました。今からうちの座長がいいことを言います。待ってましたよ、大ちゃん。僕もですね、杉山さんとご一緒で、さ、頑張ってくださいってまだ何も言ってねえよ。僕もですね、杉山さんと一緒で登場の時からイタリア役の浪川大輔ですっていうのを言い忘れまして、普通のなんかおっさんがここまだ今いるみたいな感じになってますけども、本当に何してんのみんな、なんでくつろいでるんですか。最後の挨拶、いいことを言うのをみんなで聞きたい。成長、成長しています。泣きてな泣きてな、泣こうね。そのつなぎどこで買ったの。俺初めてですよ、この舞台上でこんなね、皆さんのいる前でこんな家みたいな人たちが見る。本当寝すぎだから。ということで、本当に、こう何年もやらせていただきまして、ずっと挨拶ってあるじゃないですか、やっぱりイベントの。そのある時に僕はずっと新年明けてから何を言おうかなって考えて、今まで考えたんですけども、やっぱり思い浮かばなかったんですね。違う。ひどいそれ。何それ。違うよ、みんな遠くのみんな分かってるから大丈夫かな。帰ってる人とかいない、大丈夫だよねまだ。思い浮かばなかったっていうのは、本当に感謝の気持ちが先に出てきて思い浮かばなかったってことで、単なるなんか途中で考えるのやめたとかではないんですよ。本当にそういう意味で、本当にこうヘタリアという作品はもう本当にみんなで言ってるんですけども、本当昔から言ってて、ひろきさんも言ってましたけど、みんなが作り上げてくれて、まあ、原作ありきなんですけどもね、でスタッフも含めてみんなでこうやってここまで大きくなって、なんか
ね、あの泣かないでいやいや、ちょっとあの本当にあの嬉しいなっていう気持ちしかないんですけども、なんか皆さん言い忘れたこととか大丈夫ですか？僕に言いますけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？みんな大丈夫ですか？写真撮ってます。おい、記念撮影してます。ねえ、こっちもやります。こっちも、ちょっと待って、ちょっと待って、何してんの？ありがとう、ありがとう。写真撮ってた？え、どんって撮ってんの？早くいい話、あとみんな聞いてるからお話を続けて、ということで、これが本当にこんなに自由に楽しくやらせてもらって、本当にみんながパーソナルが出る、だって初めての、ね、参加の井上くん GO です。もうこんなに楽しそうに、はい、ご飯もいっぱい食べれるぐらいですから、ありがとうございます。いいと思います。これからもヘタリアもう全て含めて、これからもずっと愛し続けていただければなと思いますので、本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。素晴らしい、いい話だった、かっこいい、ギリギリいい話だった写真とか撮ってましたよね。すごい良かった。良かった。ね、あ、本当ですか。感動した。あ、本当ですか。感動した。みんなで頑張ろうね。みんなで頑張る。みんなで頑張りましょう。頑張るな。頑張りましょう。チームワーク、チームワーク、チームワークで。はい、よろしくお願いします。アフレコ来てね。いろいろあるけれど、最後はね、今日一緒にね、会議に参加してくださった皆さんに、みんなで一緒にお礼を言いましょう。で、温度の方じゃ波川さん撮ってください。それではみんな、ありがとう。ありがとうございました。
カエルの卵みたいになっちゃったよ。飛ばない。皆さん気をつけて帰ってください。届かない。ありがとうございました。どうもありがとうございました。みんなありがとう。いい年になりますように。そういうことだ。ありがとうございます。開けドア。開いた。おーすごい、さすがヒーロー。ありがとうございました。